第4回レバーロードプレゼンツ、第4回レバーロードプレゼンツ、今日日付は、4月14日日曜日、第4回第4回第5回じゃない、第4回間違えました、第5回だよね、5回でしたっけ、いやちょっとまあ毎回この下り同情ねえ俺、多分第4回か5回だな、5回、リバーロードプレゼンツ、常磐王予選ジョイバレーペア戦決勝始まります。あと30秒後ぐらいです。決勝に進出したのはですね、手前からシノッチ町山さん、チームヘッポコだかポンコツチーム、タイガーちゃん、そしてタイガーちゃんが凄腕をディグってきた、凄腕パートナーをディグってきたヒデちゃん、一昨年エキスパート行ってるらしいです。いや取材不足で中津さん言ったんじゃない、そうだよね、そうだよね、あ中津で中津、あのあそうだ、キム兄が上がる前、おっとタイガーちゃんが落ちパクおお町山さんも、あネットは、町山さん70歳なんで、ネットインは介護が、要介護さんなんで介護が入ります、はい介護ネットイン OK 介護ネットイン OK 要介護さんネットイン OK、 いい光景だと思うんですよ、そうですね、なんかおじいちゃんと孫みたいな気持ちがね、おそして今ケーズの柏崎さんです、ケーズのあの水郷、水郷あれどこだっけ、イタコじゃないよ、イタコ、サワラサワラサワラ、あスコ大丈夫で、一番奥のあの水戸、茨城の水戸の人も2人が釣ってます、篠地も釣った、合ってる大丈夫大丈夫、タイガーとヒデちゃんね、おタイガーちゃんが、でタイガーちゃんの奥が柏崎さんと藤崎さん、藤崎さんバルケインなのかね、わかんねえんだよな、お釣ってない柏崎さんも、タイガーちゃんも釣ってる、やべえタイガーちゃんの泣くところが見えっかな、キャストに力入ってんねタイガーちゃんで、一番奥が、水戸にお住まいの、細谷さんと高瀬さんです、どっちが細谷さんでどっちが高瀬さんかは残念ながら僕には分かりません、両名水戸かもちょっと分からない、え水戸って言ってたよね、両名、ああそうか、あタイガーちゃん釣ってるよね、入れパク落ちパク、タイガーちゃん3匹目、やべえタイガーちゃんバラしもしねえし、相変わらずはちょっとランディング体硬い感じはあるけどね、ほらあの膝曲げないリリースもああいう人はね膝痛いんだよ、タイガーちゃん俺より年上だからねなんつってもねもう上上1個か2個上のはずだから、どうしよう10歳年下だったら怒られるねいいんだよタイガーちゃんは年上でも俺にとってはタイガーちゃんだ、おヒデちゃんシノッチ、え、シノッチじゃないよね、ヒデちゃんだよねシノッチは一番手前だよね、ああそうそうまだ名前が、お、一番奥のミトコンビ、ミトはミトでもミトコンビが頑張れ、おい、シノッチ、これがシノッチ、ドリフトかな、さっきね、ドリフトではめてた、で、町山さんはチャタクラの、腹折りみたいだから、3番目の人も釣った、3番目タイガーちゃんだよ、いや奥から3番目、あタイガーちゃんも釣ったないよ、3本、いやー忙しいね、さあこの決勝はなかなか釣れてます、今日は、マイケンさんと組んで3回戦であの一番手前の、ま、町山さんとシノチに負けたんですが、マイケンさんがプラで入った段階ではもう表層クランク、もうちょっとこのぐらいかけてきたらもう坂による爆鳥祭りみたいな話だったんですが、全く1回戦はそんな気配がなく、放流魚もすげえ激スローで、まあ難しかった、簡単だった、放流魚はまあまあ周りより取れたから、だから釣ってる、釣ってる、あ一番水戸組も、あバラした、しのちもバラした、結局 GJ だよね、でしたね、でピーカーになっちゃって、お町山さん頑張んな、俺かけてっかんね、で結局今日のパターン的には GJ かボトムか表層ちっちゃいクランクか、あと何かあった、あとドリフト、ポチポチ釣れてた、多分あれドリフトじゃない、多分
釣れてんね。やっぱこの陰るとやっぱ魚浮いてんでしょこれ。だってほら、カウンですかみんな。いや、一番手前のあのシノッチは絶対ドリフトだと思う。あ、釣ったよ。柏崎さんとか釣った。さっき結構釣ってたもん。赤メタと。おえー。はい、解雇解雇。よ解雇。70歳だからね、町山さん。年金受給して5年目って言ってたから。俺年金何歳からもらったんですかって聞いちゃったもん。金額までは聞かなかったけど。いやーちゃんと、自分も釣りながら町山さんの介護にも余念がないという。いやーなんかね、ドリフトがやばいね。ドリフトでしょあれ。後でどうあのバラシ、あ、クラックかな。あ、ちょっとドリフトっぽくない。タイガー&ヒデ、タイガー&ドラゴンみたいな感じ。7本だ。すごい動いてますよ俺。こっち動いてる。おいタイガーちゃん、あーバラした。これで今日は、なんだっけ、常磐王の千葉王が決まるんですが、結局決勝には、決勝にベスト10以内ぐらいの人が誰か来ればで、優勝すれば大まくりだったんだよね。でも結局、スペック A さんも全然ダメで、ネモヤンとシワッキーもダメで、俺とマイゲンさんもダメで、あ、水戸組釣ってるよ。ネモとシワッキー来ると思ったんだね。したら準決で負けちゃった。え、3回戦準決で負けたのかな。あと斎藤一家 の組長も負けてました。姉子と一緒に負けてました。いつになくね、スペック A が一組もいないという。あ、釣ったよ柏崎さんち。何で釣ってんだろうね、ちょっと気になるね。もう一人誰か取材陣が欲しい。おい、しのっち。いや、あの寄せ方がさ、若いね。あのグリ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 、あのドラグのセッティングでグリグリ寄せが、ね、でロッド短くてさ、さんのね、ちゃんと介護も忘れ、嫌な顔一つせずちゃんと要介護3しに行くっていう。うえもうあそこだよ俺。やっと当たるよこれ。こんなかっこいいシノッチ初めて見ました。マジかっこいい。シノッチ入れました。 MVP やな。シノッチ今のうちいっぱい釣っといてよ。動画で一番映ってからそこ。あんまりでもね、大きくは映んないけど、まあでっかいテレビで見てもらえれば記念なんでね。タイガちゃんから止まったのか、タイガちゃん何、坂ニョロある、違うかな。今日坂ニョロが釣れないよね。そうっすね。なんか坂ニョロももう 4,5 日前ぐらいまでは爆鳥だったらしいんだけど、もうあれ決まっちゃったよこれ。バラさないし、あのなんか細くて短いロッドがいいね。シャーロッドじゃないよね。気持ちいいすごい。いや今最高に楽しいと思う。ね、もう普通の聞くのでしょ。ね、何つながりなんだろうねあれ。千葉つながり？なんだろう。あ、千葉つながり、ここつながりじゃないですか。あれだよね。町山さんここの人だよね。そうですよね。そうだよね。ジョイバー、あ、あれスペック A やらポンコツはヘポコ？ポンコツ？ポンコツはここだよね。またスペック A じゃないってところもちょっと興味深い。そうそうそう。スペック A にはね入れてもらえない。多分年齢制限引っかかってんだと思う。70歳はちょっと。おお、柏崎さん。柏崎さんはケーズのオーナーなのかな。お、タイガーちゃんと、お、町山さんが、お、介護、要介護、要介護ランディング。タイガーちゃんも釣ったよ。はい、オッケー。すごい抜かりないよね、要介護。お、一番組も釣ったよ。水戸組も。何で釣ってっか、ちょっとだからちゃんとチャラッと後で。はい、いいよ、もちろん。ちょっと
見てから戻ってきていただければ。やっぱ何使ってるか知りたいよね。そうですね。ちょっとバレてました。おお、つったよ。ひでちゃん。ちょっと渡辺さんあたりに聞いてきて。二人何使ってるか。今変えちゃってるから副交換かな。多分ドリフトのマッキーか。おお、水戸組も。なんだろうね。競争クランクアップ。ああ。ダメやん。GJ やってる人はいないね。いないしね。クランクの巻きかな。マイクロスプーンもね、ちょっと難しかったね今日はね。マイクロというかスプーン自体がやっぱりちょっと厳しかった気がする。あ、2回戦3回戦ってこと。おお、カチャサキさんのところが。名前が出てこないですけど。藤崎さんですね。藤崎さん、ちょっと遠くから見るとさ、色合い的にさ、ベルベットハーツの上着に似てない、うんうん、原さんっぽく見えんだけど、おしゃれのね、なんかぽく見えない、原さんっぽく見える、細さといいね、ね、なんか似てるよね。ドライブの帽子もさ、なんか黄緑のロゴなかったっけ、帽子。まあ、あれバルケインの帽子なんですけど、なんかドライブに見えちゃう。でまた釣れてんの？柏崎さん？あ、釣ってね、柏崎さん寄っててる。おお、あれだ。柏崎さんのとこがアベックラネットインだから一気に2本来たよ。やっぱフェア線はね、やっぱポンポンって2人で釣ると一気に追いついてくんで、ダブルヒットすると意外と4本差ぐらいが危ない、怖い。おーい、連発。お、来てるね。2位じゃない、柏崎さんのとこ。今2位。そうだよね。サイン2本。ああ、切れた？切れてないか。さあ、こんだけかけてくると本当。でも思ったほど表層がバシャバシャはしないんだ。え、ニャンプップとかが釣れるって言ってたよ。マイケンさんはね。やってる気はいないですね。うん、いないよね。なんかロッドの煽り系がいないもんね。うん、普通に表層なんか巻いてる。うん、マイクロクランクか、うん、ドリフトかで、多分町山さんはちょっと中層を狙ってんだよね。チャタクラの腹からっぽいやつ、腹折りっぽいやつか。あ、ぽいね、ちょっと色が。で、なりで巻いて、で、上から見てても見えない、濁りで見えない下ぐらいを巻いて、さっき連発させてた。あと他の人は今日一回も絡んでねえからわかんねえんだよな、どんな釣りをしてるか。柏崎さんもあれ、あ、今釣ってない、ほら。柏崎さんもあれ、表層何を巻いてるか知りたいね。クーガなの？クーガなの？ちょっと後でちょっと、はい、じっくり頼む。おおおお、来たよ。誰だっけ、ヒデちゃんじゃん。あれ、ヒデちゃん、いいんだよね、いいんだよね。俺ザマで会うか、あの人考えてみて。ザマ組だよね、あれ。チームグランディって聞きましたね。あ、間違えた、ヒデちゃん。チームグランディって言ってた。チームグランディって言ったら、グランディって言うと、グランディって言うとなんか大崎系な感じしない？あ、大崎にね、よくいる人って言ってました。あ、そういうこと、うん、あ、じゃあ、あそこ大崎って言ってなかったか。あれか、チャンプ絡みの人か、俺の言う。そうだよね、なんかどっかで会ったことあるなと思って。あっちの方の人。おおおお、来たよ、来るよ、妖怪語妖怪語ランディングが。町山さんもう3本目4本目ぐらい。おお、抜けた。まあしゃあないね、ちょっとフックチェック。飛んできた。さあ、タイガーちゃんちょっとおとなしくなってきたよ。巻き早いよ、だいぶ。おい、なんて言ってたら、ガン見してたらちょうどタイガー合わせが来たよ。おい、おお、また来たよ、連発アベック。え、マジ？やっぱ2連発来ると違うね。で、これでまたタイガーちゃんがもう1本なんて釣っちゃうと一気に3本詰まるからね。トップタイ、まだ1本差。え、あ、ね、1位に1本差、町山さんたちに。
持山さん、おお、柏崎さん、そう、あそこも結構釣ってね、うん、柏崎さんも2位タイ、あ、2位タイ、あ、これで11、10、14釣れてんね、4、うん、一目、そうそう、あれちょっと忙しい、11、10、14、うん、手前から、はい、すごいね、場所かな、あれ、町山さん釣ってね、あ、違うか、回収か、これ何本まで行くのこれ、去年の決勝よりすごそうっすね、これ何ローテ、2ローテ、あ、2じゃないですか、2だよね、お、釣ってな、あ、回収か、何あげてんだろう、あ、でもクランクっぽいな、でもなんか最初ドリフトのような、でも着水からすぐほんと巻いてくから表層クランクかドリフトかって気がする、で釣れてんの、あれ釣れてんの、あれでトップタイ、トップタイ11本、これ爆調ですよ、爆調、11、10、11、4釣れてるよね、お、特攻のタク行ってきてくれ、特攻のタク取材行ってきてくれ、取材行ってきてくれ、はい、一回止めます、3本か、すげえ乱打線、やっぱこんだけ陰っちゃったから当たりのレンジ巻いてりゃ釣れちゃうってことだね、お、シノッチ町山の優勝がちょっと逆に危うくなってきたってことか、11、11、10ですね、1分後に始めます、お、特攻のタクが今柏崎編に特攻かけてる、サルワダイさん、これ2ローテ、これで終わり、 こういうやつ、このローテで終わりみたいです、時間もね、ほんとね、何時今、4時21分ですからね、終わりでいいです、本当に。リバーロードの大会はね、配布がいっぱいある大会なんで、あの初めて出る方でも、そこそこ、1負けだとしても、1回戦でしょう、それでその後配布、あ、3位決定戦があって、その後配布があるから、そこそこ長い試合ができるんで。試しに出てみてください、ゆるいゆるい大会で多少声を出そうが多少変なもん投げても怒られないかもしれないんで、柏崎さんはスプーン、スプーン、ハイバー、シャイラとか、シャイラとか、やる、さすが、おっと、シノッチ、シノッチは、シノッチがね、フルサイズクランク、あれじゃないの、ドリフトじゃないの、お、タイガーちゃんは、タイガちゃんはね、チビパニ、チビパニ、エサールが出るんですか、エサール引けなかった、まあエサールでしょ、お、また連発してるよ、お、やっぱ細谷、細谷とか水組、うん、あ、水戸組は、水戸組、でも水戸組3本だったでしょ、ヒロシ3って言ってたよな、いや、4に訂正した、4に訂正した、おい、連発、あ、シノッチか、そう、シノッチ、シノッチ、13対さっきねやられましたよ、3本差で負けました、5対8でやられましたよ、本当になんかクランクつるんだよな、あの2人なんか、あ、でもドリフトでやられ、もやられたか、2本ぐらい釣られたんだ、それで町山さんにもなんかハラカラっぽいチャタクラで殺され釣られて3本差つけられました、今日は個人的にはシャインライドとツーウィンメインからの、あ、柏崎さん釣ってる、あとピコイーグルの白鬼で沖の表層の魚をすっげーゆっくり巻いて俺は釣りました、で3回戦まで行けたけど負けちゃいましたね、でこれでトップタイ、あ、違うか、町山組が2本釣ってきたのが13ぐらいか、で柏崎さん12、11、あ、連発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 、やっぱこの表層スプーンパターンだね、これ、うん、これで並ぶ、
なるほど。はい、ケーズ柏崎さんが、はい、オッケー。ケーズの店長さんですね。ケーズに行くと、佐原のケーズに行くと、利根川沿いのあのケーズに行くと、あの方がおら いらっしゃいます。おらっしゃいますとか、おらおらおらみたいな。たまにだな、やっぱあの UV、うん、なんだっけ、UV フラッシュ。UV フラッシュがやっぱケーズといえば UV フラッシュ。あとあれ、それこそこの、あとあれ、あれなんだっけ、ズブロッカーグローだっけ、黄色グローの裏金みたいな。あれがジョイバレーは通れんだよね。あれ今日あれ調子がいいですよね。お、タイガーちゃん来た。俺の話を聞けって感じで来たよ。これ何 12?13、13、12。あ、じゃあまだ全然タイガーちゃんの泣く姿も見れるかもしれない。タイガーちゃんさ、あれ森田さん投げしてんの。あ、ぽくね、ぽいかもしれない。あの片手の片手スイング、そうっすね。なんかさ、え、知ってる。知ってないよね。あ、ちょっと曲がっていくかな。まあいいや、もう止められねえ。13、13、違う、13、4、13、12、手前から。ねえ、これでどうなんだろう。タイガちゃん力強い。そう、なんかキャストが、おっと町山さんが、はい、妖怪号入ります。妖怪号さん、妖怪号さん入ります。あ、バレました、バレました。え、いるの、いないか。あ、つってない。あ、寄せだ、寄せ。クランクだね。ワウかな。なんかちょっと大粒の、結構距離飛んだから、うん、ワウっぽい気がするな。あの手前から2番目、柏崎さんの相棒、ちょっと原さんに見える感じ。ちょっと見えるよね。そうですね、フォルムが。そうだよね、あの色だよね、ベルベッツ。あ、そう、ね、ベルベッツアーツ、あの、みんなお揃いの。そうだよね、テスター。なんか、なんか似てる。やべ、風が。風切り音が。おい、来たよ、しのっち。しのっちが首位を固める。はい、14本目。14本目。はい、最高のしのっちは面倒見ながら。今日キムニーパターンどうだったんですか。今日キムニーパターンどうだったんですか。これはね、ほぼミノーとシャースフィー。シャースフィーなのはダメですか。シャインライドなの。シャインライドの方が釣れたよ。シャインライドなの。そっちのなの、うん、あ、今日俺もだってナノちゃんはナノちゃん、あのナノ本当はね、シャインライドコアピンクで釣れちゃったから。ナノ使わないところ、俺釣ったナノだからね。ナノ頑張って使った事情があった、ね。で釣れた。釣れた、釣れた。なんかね、ダートナーよりシャインライドの方が良かった。なんかあんま横に動くよりもまっすぐ来た方が。みんな投げすぎて嫌ってきたよ、ブルブルだって俺もそんなシャインライド好きじゃないけど、やったら釣れちゃったからね、今日。原さんの、あの、あなたのシャインライドママだよ。え、なのじゃないの、あの、コア、ノーマルシャインライド、コアピッチ。金巻から手締巻きっていうか、ちょっと。あ、そうそうそう、あれは、シャインライド。落ちてない、水戸組つってない。え、いない、いない。固まったよね、今。フリーズして、フリーズして。ちょっと当たりがやっぱ止まってきた。ちょっと違うパターンで釣りたいところ。柏崎さんもスプーンオンリー表層巻き、まあ、木村さんもあんな感じでね、最初ここでハンドで釣って、あの辺の釣り座で優勝したわけですよ。なんかよく覚えてんだよね、動画も撮ったし。あそこから木村さんがね、妙に台頭してきたわけですよ。お、始まりはあれだった。ひでちゃん、ひでちゃん、始まりはあれだった。あれだよね。あ、ほんとあれだよね。あれからめっちゃ表層で乗れるようになった。そうだよね。もう全然あそこから、あそこ境目だよね。うん、あの日が、あのアイランドカップがね、雨のね。雨の。お、これじゃないってよ。なんだ、シャイラかな、ハイバかな。柏崎さんが。ハイバ08がね、なんか釣れるって言ってた。
大原さんが、うん、あ、大原の名前出したら怒られるかもしれないけど、はい、油断した。ちょっとやっぱねパタパタした方が、うん、おー、ヒデちゃんが、あ、なにトップ並ぶんじゃん。あ、そうっすね、並ぶ。タイガーちゃんもよくリクルートしてきたよね、うん、ね、いいよ、あんな釣る人、うん、俺並みにいいプロデュースできるようになってきたから、ね、キャスティングから。ちなみに来年はもう茂木さんと出るの確定したんで、お、お、お互い点数足んねえから残留の見込みなしで。いや、茂木さん表彰台乗ったらいい、あの残留しちゃうけどね。な、な、なに、あ、そう、柏崎さん、何、そこまで話してるのか。手前から何、14、 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 14、
おお、これで茂木さんがサメ貝でしょ。なんかおお、タイガーちゃんがバレした。動きがなんか怒ってる、怒ってる、ママ怒ってる、怒ってる。おお、待ち合わせってるよ。はい、了解、ゴー、オッケー。70でも優勝できるね、すごいよね、素晴らしい希望だよね。これ町山さんの表彰台初めて見るかもしれない。決勝初めて。あ、本当に。あ、これはめでたい。地元でしょ、だってここでしょ、ホーム。話は毎週います、うん、やっぱ釣り方知ってるよね。あれ何や、ワブクラか。ワブクラ、あれプロパーなの。もう腹折りっぽくないんで、ちょっとたこ焼きっぽいから。なんかパッと見何か分かんなかったね。チャタクラ、D クラじゃねえよなみたいな。ワブクラか、あれ釣ってない。あ、釣ってないか、回収か。1本差、あと5分ぐらいか。ここまでのスコアになるとはね、まさか。多分ここあんま来たことないから綺麗よな。うん、そうっすね、ボコボコだよ。そうそう。さあ、タイガーちゃんのプロデュース力が。あ、でもタイガーちゃん表彰台は決まりか、ほぼね。あ、そうっすね、水戸組がだいぶ出遅れちゃった、大外ししちゃってるから。やなんかちょっと的外れちゃったんだね、きっとね。あれも3個目が10いくつ釣ってんだからね、うん、なんかやりようはあるけど、ちょっと違うパターン、違うレンジ狙っちゃった。残り5分です。おい、ヒデちゃん、タイガードのヒデ。町山さんが一歩リードだったけど、これどうって。14、15、15。タイガーちゃん泣くよこれ。泣くで。虎の目に涙が。美しいよね。これもまた1回目のタイガーキャスト入ったの。そうです。怒ってんだよ、熱いんだよ。シングルハンドキャストです。怒りのタイガーキャスト。まあまあ気持ち入ってる。困ってること投げてる。絵になるわ。普通放物線を描いて。でも止まったね。立川さんもちょっとロッドが下がったね。レンジが下がったっぽい。クランクかな。これはね、タイガーちゃんが釣るか町山さんが釣るかって気がするな。おお、なんか町山さんがウィーニングね。え、釣った？あれや、70歳だもんな。一人で運転してきてんの？いや、今日はでも多分一人です。すごいね、70で。夏も休まず絶対練習してますもんね。裾大丈夫？カントリー年中無休？岩瀬とか。あ、そのとか行ってんの？うん、おお、釣ってるよ。おっと、よ、介護行くよ。タイガー介護しないっていう。息は合ってないね。取ってつけたようなランディング行ったけど何もしないっていう。邪魔みたいな。これまたね、手汗のなんですかね、リアルに。息は合ってない、息は合ってない。あ、まだわかんない、まだわかんない。
シノッチのあの上段の構えなんか出んじゃないのあれ。オキヒョウソウ、なんだろう、ワウカ、なんだろうね、何投げてんだろう。スプーン、おい、ほら来たよ、町山さんが。さあ最高の介護をしてあげて、最高の介護。めっちゃいいね。あー、いや、いるよ、いるよ。ちょっとね、ちょっと指先がちょっと、ま、あの麻痺してきた。もう外しもやってあげちゃってる。もういるよ。いるよ。リアルやね、生々しいね。あと2分15秒。今同点だよね。あ、水戸組つったよ、水戸組つった。え、日本産なの？日本産。16、16、14。16、16でしょ。トップは並んでるね。すげえ見せるな、決勝は。町山さん決めて、ここはまだ2分あるから分かんないね、うん、3チーム並ぶ可能性も十分にあるし、うん、ダブルヒットで、ダブルヒットからのダブルヒット返しを見せてほしいわ。すげえな、タイガーちゃんのサボンは一回決めた間はいいだろうな、うん、いやだからどっちかが釣ると思う俺、タイガーちゃんか町山さんが。タイガーちゃんが釣ってバラすか。その後もう一回ネットに再チャレンジしてないからなんでああいう至ったんだろう。ネットにやる。いや多分大事な一匹だと思って。俺が行ったけど結局何もしない。いや大丈夫って言う。いいね、さあストーリーあるね、うん、町山さん頑張って。風もだいぶ止まって無風になってきました。ベタ泣きです。やばい、サドン、サドンじゃなくてもいいんだけどな。やっぱカメラ新しいから電池持つな。安心です、一個も減らねえよ。ほら来たよ、来たよ、来た。あ、勝山さん来たの。一本差、一本差。16、16、15、うん、あと一本、残り30秒。おおお、あ、かかった。え、かかってんの、かかってんの。あ、柏崎さんかかってんじゃん。三チーム並び、3チーム並び、いる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 。落ちパク並んだ。16で3チーム並んだ。おい、あ、いるの、いるの。まさかのダブルヒットで優勝かかってるよ、優勝かかってるよ。まだ分かんない、まだ分かんない。おい、優勝、ラスト1分で。あー、俺、あー、3つ差を残り1分で。あら、いや分かんないね、やっぱペア面は持ってたな。3本差だった。2本差、2本差を、ほぼ1分半ぐらいのとこから一気に3本。ペア戦の日本座なんて分かんないね、本当ね。一瞬で、一瞬のまくり。これサドンまだある。ああ、 2位のやつ。もうある意味この2位と3位のサドンなんかもう動画的にはどうでもいいっていう。まさか。町山さん。いやー、なんだ、今まであのタイガーちゃんと町山さんって散々言ってたのにさ、ね、最後の最後、ラスト1分でカッタラってくる。ケーズ店長みたいな。やばいね、もうあのゴール直前鼻ささしたみたいな、そんな感じだよ。あの2チームちょっと散々今までさ、どっちが優勝だって言ってたのに、気持ちなんかテンション下がってるように見える。ちょっとね。いやいやいや、そうだよね、どっちかが優勝だと思う。どん底に落ちちゃった。釣っても優勝じゃない。おー、タイガちゃん、タイガちゃん、おー、ダブルヒット、ダブルヒット、あ、トリプルヒット。え、どうすんの、どうすんの。シノッチだろ。あー、バラした、バラした。シノッチが、はい、オーケー、準優勝ありました。何、17、16、16、17、16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 、
藤崎さんチームが、17匹で優勝です。藤崎さんもちゃんと、ね、優勝するいや最後の決め手を ね、残り30秒切ってたもんね。いやなかなか劇的な、決勝戦でした。ペア戦はこういうのがあるんで面白いですね。はい、また来年も出ましょうということでお疲れ様でした。